あ、はい、もしもし。韓国焼肉ですか？わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、ということですね、今日はフェナンの韓国焼肉のレストランをご紹介していきたいと思います。韓国料理屋さんのダオラエダンジョントコンテにお邪魔をしています。では早速中へ入ってみましょう。さあ中はね、こんな感じです。こんにちは、アニョハセヨ。以前はね、ここ全部お座敷だったんですけれども、綺麗にリノベーションされてテーブル席になっています。で、2階の席はこういうふうに以前のような掘りごたつ形式があります。こっちは広いお座敷みたいな感じです。はい、ということで今日は個室を予約してみました。2階の掘りごたつ形式になっているお部屋でエアコンがあって、で仕切られていて、まあ、こういうご時世なので貸し切りの空間というのはとてもいいと思います。今日は5人で来ています。じゃあ来ました。韓国料理はこれがやっぱ特典みたいなもんですよね。こんにちは。こんにちは。緊張してる？今日はたくさん食べてくださいね。はい、はい、学校始まった？うん、始まった。今春休み？夏休みか。夏休みはもう終わった。やっぱ学校始まった方が楽しいよね。うん、お友達に会えるしね。インターナショナルスクール行ってんでしょ？うん。英語喋れる？いっぱい。じゃあ今日のメニューを英語で頼んでもらっていい？はい。はい。さあ、チャコール、炭がセットされました。はい、来たよ来たよ。セット1、豪華盛り合わせです。すごい、ゴージャスセットです。さあ、ジュージュー行きましょうね。すごい、煙すごいね。わー、チヂミです。セット1に含まれているチヂミです。韓国といえばマッコリですね。で、こういうですね、カップに入れて飲みます。甘い。わー、鍋が登場です。で、最後にこの韓国のインスタントラーメンを入れるのがね、こちらのスタイルなんです。これをサンチュというか、こっちはレタスを使ってます。これを入れて、この味噌をちょっと、これ何？ラッケ。もう一回。ラッケ。チャプチェ。チャプチェです。チャプチェ8くらいかも。夢はいっぱい持ってね。
さあ、いっぱい食べました。鍋はね、食べきれなかった。締めのスイカ美味しいですか？はい。美味しかったですか？うん。お腹いっぱい。明日も勉強頑張ってください。はい。今日はどうもありがとうございました。はい、ではスタジオに戻ってまいりました。いかがでしたでしょうか。ベナンの韓国焼肉ダオラエさんのリポートでした。この店の詳細につきましては下の概要欄のところからご覧いただけます。また今回の動画が良かったなと思う方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。たったー。